はい、こんばんは。15分しかやってない。実はですね、僕昨日誕生日だったんですね。おー、だから何言うの。もう祝い50をちょっと超えまして、でこの歌集なんですが、だん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 こう文字がページを追うごとに大きくなってきて、でかいし、しかもメガネをかけると書いてる歪むんですよね。まさしくね、ジョナタカおっしゃってましたけどね。ちょっとそこだと、ここは、意味ね。あれ、松川さん、後ろになんか、また、ちょっと今それ撮ってもらいます。後ろの青いの。例がいるのかと思った。あ、そうそうそう、ちょっとすみません。ありがとうございます。また出た。あ、ゆうさん。もう一回出しますね。どっからもうチャンス。すぐ出てきたんで、もう一つ。これで始めますね。初めてみたいな感じですね。それじゃあ、唯一手拍子のできる曲を今日は選びました。僕の曲は暗い曲が多いので、もしよかったら手拍子なんかを。全く季節感はないんですけど、まあ、ちょっと秋から冬にかけての歌なんだろうなと思います。終わりのない夏と歌を。
欲しいんだけさ、他には何にもいらない。湧き上がる白い雲と青い海が俺の全てだから、終わりのない夏が欲しいだけさ、他には何にもいらない。新宿のバーで昼間あのちょっと集まりがあるらしいんですけど、それゲストで呼ばれてしまいまして、30分間、歌ってくれと。で30分って言うと結構時間あるじゃないですか。だから2曲ぐらい歌えるかなってあの MC の間に結構曲をやるんですね、たまにね。でも30分から2曲かなっていう感じで。ちょっと言わせましたけど、あの僕すごく口下手なんで、ほどほどで止めていただいて、で、まあそこで、まあ、30分で結構曲数があるんで、どうしようかなと思って、いろいろと、考えたんですけども、もうこれあってもあんま関係ないんですね。だいたい僕、歌うとね、上見たり下見たり、会場見回したり、目つぶったりするんで。でたまに譜面見ると違う行を見るんですよね。で字がこんだけ大きくなってももう張らないという、片思いという曲を聞いてみたじゃない、自分で歌うんです。すみませんでした。口で中身すみませんでした。さっきアンディさん言ってましたけどね、このハーモニカの位置って微妙なんですよ ね、 そうですね。これがね、本当にこう、うん、一番困るのがね、こうだん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 こう下がってくるときと、曲出したときに左右逆についてるときは一番困るんですよ。それ焦ります。焦りますよね。あれ左右対称で最後までやるか途中でやめるか迷うんですけど、イントロはやめるんです。でも感想のときは今更やめられないじゃないですか。だから左右を逆にして吹くんですよね。まあなんとかなるんですよね。あともっと困るのがハーモニカを忘れてきたときですね。吹こうと思ったらないというね。今ちなみにすぐ歌いながら、でまあついてなんですけど、このハーモニカホールがですね、もう、中学の時に使ってますね、30年ぐらい使ってますね、ハーモニカホールが。今多分出ないと思うんですけど、はい、じゃあ片思いということを聞いてください。せめて一度だけ
しい腕の中でこのままそばにいて夜が明けるまでと負けたなら命果てるまで
笑顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡よ、大切にして